先生が授業中に意識していることを教えてください。はい、私が授業中に意識していることは、生徒の身近なものに例えて説明をすることです。生徒の身近なものに例えて様々なことを説明をすると生徒はよく理解をしてくれます。例えば、私は授業中によく分かるということとできるということの違いについて説明をします。その際に、生徒の、実際に行っている部活動について例えをしますと、部活動における戦術ですね、戦術などを、分かるということができても、じゃあそこがいきなりできるかというところはまた別の話になってきます。練習試合という勉強でいうところの、演習というものを通して、しっかりとできるということになる。これは実際に生徒が部活動で体験をしているので、確かに、できるということと分かるということが違うんだなというふうによく理解をしてくれます。このような、具体的な例を、用いて説明をしてあげると、生徒はよく理解をしてくれて、私はそういうところを、常日頃意識をしています。